はい。改めまして、ちょっとイントロを始めていかないと。6分ぐらいの時間で喋りたいと思います。改めまして、中里です。今回、アノテーソンのオーガナイザーをしています。毎回、アノテーソンのこれまでとこれから連合兼喋ってるので、今回のそのタイトルにしております。で、いつもだったら所属を書くんですけど、私1年半前、1年半ぐらい前に、前職 DBC ですから、今、特攻のナイトっていうところに移りまして、ナイトの人間が喋るときは、まあ役所等なんですけどね、慰安とかいるので、あまりこう、なんていうかな、ナイトの人間が喋ってますって感じに、出るんで、まあ、オーガナイザーの方です。はい。よろしくお願いします。で、久々だってちょっと経緯をお話ししたいと思うんですけど、2014年、今でバイオハザードの関係で、まあ、いつものように、こう、データベースと経緯するみたいな、ちょっとこの辺に、これが、森崎さんが、データがすぐ汚いって、まあですよね、プログラム書いたんだけど、データばっかりで、みたいな話をしてて、それをなんか聞いててですね、データの方をきれいにしとけば、こんな、なんか、わざわざ、いろんな例外処理を書かなくていいんじゃないかと思うと。なので、こういうなんか、登録するところがどんだけにならないかな、みたいな。当時やってたのが、私、SRA の中でサービスしてて、そうするというのは、ネクストテック500っていうのが全部、2000円なんですけど、3000円なんで、こういうのも間違えなきゃいけなくて、私の中でやってる方が無駄だったかな、ですね。なので、2015年、4年ぐらいから、2年後期ぐらいに、いうんであるまで、まあ、最初はそもそもアロケーションでどういうふうな関係でお話しスタートしたんですけど、まあ、大体も、その結果は DDB で、まあ、DDB にしたけど、この DDB に登録するわけで、そうすると登録するときにこう、これどうやって記入したらいいんだろうとか、とりあえず記入したけど、DDB にしたら、そういうのとかを、まあ、リストアップして、まあ、なんかノウハウの共有みたいなのに。で、前回がもう4年前なんですけど、その時は、アノテーションで言うと、まあ、なんか、最初のうちはゲノムのアノテーションをやったわけですけど、最近はその文献の文章があって、その中のここが遺伝子だよね、っていう文献に対するアノテーションとか、アノテーションっていう用語がいろいろ使われるようになっていて、そういうところもちょっと見てみようかなっていうので、まあ、前回させていただきまして、あとそのバイオサンプルとかが出てきて、ヨダミツラミもなんかいろいろ、言うっていう話をしました。で、今回も、まあ、大体、まあ、いつもまでに学校してまして、まあ、ゲノムのアノテーション最近どうなってるのかとか、あと、私の今の職場のバイオリソースセンターのバイオリソースと、なんか登録のあたりとか、あと、実際の登録でなかなかハードルの高いバイオサンプルがどうなってるのかみたいなのもちょっと見ていこうと思います。で、まあ、いつも私は、このテーションのことは、別にアノテーターではないので、ちょっと傍から見てるんですけど、そういうところあるんですけど、アノテーションの現場は荒野であってですね、もうなんか草も生えないみたいな感じで、しかもこの作業は非常に泥臭くて、なかなかこう、一筋縄ではいかないな、と、いつも思ってるんですけど、これ前も使った質なんですけど、そろそろクリスマスですね。で、なんだ、バイオハザードとかによくやってる、NCBI のイワン・ボルトさんが、あんたはあのデータなんだよっていうことを言っていて、なんでかっていうと、これ日本語の歌詞なんですけど、この歌詞は別に多分普通なんですけど、英語の2番の歌詞がこれで、リストを作ります。2回チェックします。誰が、生意気で誰がいいとか、まあ悪いことで誰がいいとか、見つけ出します。サンタがやってくる。でもこの上の、
作業はアノテーション作業そのものなんだよ。だから、ファンタのデータなんだよっていうことを言っていた。なるほどな、と。あんですね。ねまあなんか、その時のなんかノウハウとか、何が来た何が悪いとか、その、実際にこの結果をこう、外に出していくプロセスを、まあ、かなり、今回は共有できればいいなと思ってまして、で、まあ、その、さっきの上野のあの、セノバスの池の、あの、なんか今は枯れ野なんですけど、夏になったらこう、花が咲くので、まあ、みんなの作業によってこんな、なんか、綺麗な花が咲くといいなっていうことで、まあ、今回、この会議に、また進めさせていただければと思います。はい。というわけで、ずっと以上です。